第七節がん治療に対する自立訓練法の効果がんであると告知されると、大抵の人は不安や恐怖に襲われ、心を乱して悩みます。不安ははっきりとした対象がないのに、恐れを抱いて怖がることと定義されています。恐怖は、具体的に恐れを抱く明らかな対象があって怖がることと定義されています。ですから。 完全に健康な人ががんにかかるのではないだろうかと思うのは不安ですし、がんの末期になった人が死ぬのではないだろうかと思うのは恐怖ということになります。がんにかかった人はどうして自分がこのような病気にかかったのだろうかとか、果たして治るのだろうかとか、いつまで生きていられるのだろうかとか、死ぬときはきっと苦しいに違いないとか、こんな病気になったら、 仕事をクビになってしまうとか自分が再起不能になったら家族はどうなるのだろうとか否定的なイメージばかりが浮かんでは消えて心の中は暗く沈んだ状態に陥ってしまいますいくら肯定的な明るいイメージを持てと言っても無理な話ですじっとしているとかえって不安になりじっとしていられずいろいろと動き回って がんが治るというような情報がどこかにないかと探し回る人も多いのですがそのような情報は探してみるとたくさんありすぎて余計に迷うばかりになります何かをしようと思っても不安定な心では何をしても能率が上がりません周りの人は「頑張れ」「頑張れ」と励ましてくれるので自分でも頑張らなければいけないと焦るのですが 何をどののよように頑張ってよいのかよくかくわりません症状が重く入院している人は頑張って病気を治すと言われてもただ戸惑うばかりで何をして頑張って病気を治したらいいのか困ってしまうでしょう症状が軽く仕事をしている人も不安を忘れようとして仕事に熱中してもかえって事故やトラブルを起こしたりして。 まますますすすスストレスを増やす結果になりがちです不安神経症の治療法として有名な森田療法はまず徹底的に何もしないことから治療を始めます何もしないでいるうちに心が転換し心の中から起こってくる意欲によって新しい精神状態を作り出すのです不安神経症とは普通は何でもないことが気になって 不安に心が支配されてしまう精神疾患です。尖ったものを見ると、そんなことは通常はありえないのに、それが自分に刺さるのではないかという恐怖にかられ、いても立ってもいられなくなる状態をたがり恐怖と言います。何かに触ると、ばい菌が手についたと思い、何回でも手洗いを繰り返しへさないと、気が済まない状態を不潔恐怖と言います。もちろん 尖ったものが、突然、自分の方へ飛んできて刺さる事態は、絶対にありえないことではないし、何かに触った時に、恐ろしい病原性細菌が手に付着することも、絶対にないとは言い切れませんが、不安神経症の人は、そのような稀な出来事が、日常的に起こるのだ、という、不安にいつも怯えているのです。もちろん、本人は、自分の考えていることが、 不合理であるということはよくわかっているのですがどうしても不安な心を解消できずに悩んでいるのですこのような不合理な心の在り方を精神科の専門用語で「脅迫観念」と呼んでいますがんにかかった人の多くは自分はがんでひどく苦しんで死ぬのではないだろうかそうならないために頑張って何かしなければならないという脅迫観念に取りつかれ 不安神経症のの状態になってしまうのです。このような不安神経症の状態になって心身ともに消耗させる事態は決して望ましいことではありませんこのような不安神経症状態の解消に森田両方は良いヒントを与えてくれるのです雨の日の猫はじっとして家の中で居眠りをしています天気が良くなると どこかへ遊びに行ってしまいまいす病気などの人生の逆境の時は雨の日の猫のように下手に動かずじっとしていた方が絵であるという例えです。森田両方も同じ原理なのです。まず大切なことは余計なことはなるべく行わずまた考えず心をリラックスさせることです。このためには 自立訓練法のプログラムに従って訓練して心を落ち着けリラックスさせることが最良の手段ですこうすれば心の中に新しい力が湧いてきて心に思うことは実現するという心の状態を作り出す第一歩となりますこのようなリラックスした心でがんを治そうと心に念ずればがんを治すことも可能になるのです これから解説するイメージトレーニングや瞑想法では、心がリラックスしている状態にしてから行うのが原則です。不安定な心でイメージトレーニングや瞑想を行うと、かえって悪い結果を生みます。このような意味で、心をリラックスさせる自立訓練法は、がんの精神的治療の入り口となるのです。